ベルナールド・セプティマニーは、ギオーム・ド・ジェローヌの子で、セプティマニア公、バルセロナ博、トゥールーズ博、カルカソンヌ博。皇帝ルートビヒ一世への側近で、レコンキスタの推進者であり、在地西郷と貴族と対立した。ベルナールは、バルセロナ博であったことは確実であったが、他に、いくつかの博領も支配していた。また、年代記には、コとも書かれているが、それが、 どこまで軍事的な意味を持っていたかははっきりしない。さらに、広大の死下によって偏教白とされていることもある。以下は一時資料で確認できるベルナールの称号である。826年から832年のベルナールの領地ベルナールが記録に現れるのは、804年12月14日、サンギレムイコールルイコールデゼール修道院の設立時の父、ギオームの文書に、 4人の息子のうちの一人として記されているのが最初である。ベルナールはトゥールーズ周辺を相続し、826年頃にバルセロナ博となったとみられる。ベルナールが最初に注目されたのは、全バルセロナ博ベラの副官とみられるゴート貴族、アイスソの反乱を鎮圧した時であった。この地の城の中東軍はベラに好意的であったため、アイスソの反乱に参加し、 新白ベルナールに対抗した。うぞうな白領のロダでテル城のみが抵抗し、後にアイスソに破壊された。新たに占領した地域からアイスソはサルダーニャ白陵及びバリエスを攻撃した。若き白ベルナールは皇帝や在地貴族に支援を求めた。増強されたベルナール軍に反撃するため、アイスソは弟をコルドバのエミール・アブド・アラフマー二世の下に送り、 火星を求めた。827年5月、アブドアラフマーン2世は、ウバイド・ラー・アブ・マルワーン将軍をサラゴサに派遣し、そこをバルセロナ侵攻の拠点とした。ウバイド・ラーは夏にバルセロナへ達すると町を包囲して、周辺を破壊したが、町を占領することはできなかった。皇帝ルート・ビヒ一世は、この攻撃を知り、次男はキテヌオピピン、トゥールハクユ遊具及び、 モルレアン博マトフリードにタイムスリム軍を集めるよう命じたが、なかなか進まなかった。軍が到着した頃には、アブーマルワーンはすでにアイス空と共に、イスラム領内に撤退していた。この撤退がベルナールの勝利と受け取られ、ベルナールは大いに名声を高めた。破壊されたバルセロナ族領のウゾーナ伯領は、破壊によって荒廃し、9世紀半ばまで過疎化した。 ユーグとマトフリードによる、派兵の遅れが原因とされ、両者はその責任を問われて八百二十八年のアーヘンの議会で領地を取り上げられた。その議会において、オルレアンはウードに与えられ、ベルナールの弟、ゴーセムにはコンフラン及びラゼースが与えられた。プロヴァンス公レビュルフが春に死去し、その広大な領土であるナルボンヌ、ベジエ、アグド、メルグイユ、ニーム及びおそらくユゼスは、 ベルナールに与えられた。インゲルハイムで6月に行われた議会では、コルドバへの報復攻撃が検討され、ティオンビルに軍が集められたものの、ムスリムによる攻撃を受けるリスクが低くなったため、軍はベルナールの領土には入らなかった。829年8月、皇帝ルートビヒは、息子ロタール一世をイタリア王にするためパビアに送った。ルートビヒは、息子の代わりに、 ベルナールを宮廷に召喚し、自重の位を与え、当時はアルザス、アルマニア及びライティア港で後に、西フランク王となる王子、シャルルの貢献を命じた。ベルナール自身の領地の支配は弟、ゴーセムに委託し、ゴーセムは、辺境白と名乗った。宮廷に来て、数ヶ月のうちに、ベルナールは、多くの敵を作った。実際、ベルナールは、 翌年のロタールの反乱のきっかけとなった。トリーアの手眼はその著書皇帝ルートビヒの自責においてベルナールが皇后、ユーディトとの不義の関係で告発されたと記述しつ,つつ、この噂は真実ではなかったとの考えを示している。いずれにしろ830年4月、この噂がもとでブルトン人と戦うためにレンヌに集められた軍において反乱が起こった。 ルートビヒの三人の息子が反乱軍を支援したため命の危険を感じたベルナールは宮廷を退きサンベル単年代記によるとバルセロナに戻ったという弟エリベールは宮廷に留まっていたが追放されたまたベルナールは王ン白寮を没収された830年10月の内名編の会議において息子らの反乱の後にルートビヒはベルナールの地位を回復した その後、831年2月に、アーヘンで開かれた会議において、ルートビヒは帝国を分割し、コティアをシャルルに与えたが、これは、ルートビヒの島で効力を持たなかった。ベルナールは、ユーディトとシャルルの支持を再び得ようとしたが、ユーディトらは、関係を修復しようとはしなかった。831年10月のティオンビルの会議において、ベルナールは、 私的に皇帝と話したが、宮廷において、以前のような地位を取り戻すことはできなかった。それにより、ベルナールは、以前の中誠を捨て、皇帝の敵となった。831年11月、アキテーヌ王ピピン一世が、フォー・ルートビヒに対し反乱を起こした。トゥールーズ博、ベランジェ県博が、ピピンの一連の行動をいめた一方、ベルナールは、ピピンの行動を後押しした。 832年初め、ルートビヒは、息子の反乱に対する遠征を開始した。皇帝に、忠実なベランジェは、ベルナールの領地に侵攻し、ルシオン、そしておそらくラゼース及び、コンフランを占領した。2月2日には、ベランジェは、エルヌに達していた。最終的には、皇帝軍が勝利し、832年10月、ピピンとベルナールは、皇帝の前に引き出された。 ピピンは、アキテーヌ王位を失い、トリーヤーに送られ補修のみとなり、すべての所領は、イボテー、シャルルのものとなった。ベルナールは、敗信行為を責められ、すべての地位を剥奪され、セプティマニア及びゴティアにおける、全所領を失い、それらはすべてベランジェ剣伯に与えられた。弟、ゴーセムも、所領を失ったとみられるが、しばらくの間は、解任を無視して所領であった。 アンプリアス白領にとどまった。833年、今度はロタールが反乱を起こした。ピピン、ベルナール及びゴーセムはこの時点ではルートビヒに従っていた。ロタール軍が敗北し、834年3月1日に権力が再びルートビヒに戻った後、ベルナールはルートビヒのために兵を失ったことを訴え、所領の回復をルートビヒに願い出たが、 ベランジェが依然として合法的に領地を支配していた。このため、皇帝はベルナールに対する所領の回復をためらっていたが、835年6月にベルナールとベランジェを、リヨン近くのクレミューで行われた会議に招集し、判断を伝えることとした。ところが、ベランジェが、この招集に向かう途中で突然死去したので妨げが、なくなり、皇帝は、セプティマニアとその白領、 および、トゥールーズをベルナールに与えた。スニエイ一世および、アラリックにそれぞれ与えられていた、アンプリアストルシオン、そして、アスナールガリンド一世により、トゥールーズから切り離され、奪われていたウルジェイおよびサルダーニャは、ベルナールに返還されなかった。カルカソンヌ博オリバ一世の弟スニフレ一世が、アスナールガリンド一世を追い出すためにウルジェイおよび、サルダーニャ博に任ぜられた。 ベルナールは治療に戻ったが、かつてはベラを、次にベランジを支持した領内のゴー都人はまたも、ベルナールと対立した。838年9月、キージーシュル・オアーズの会議で、ベルナールに対する銃の告訴がなされた。841年以降、ベルナールは帝国内の争いに参加するためしばしば領地を、ルスとし、それぞれの復白に土地の監督を委ねた。 835年から843年のベルナールの領地ベルナールは、本当の和の戦いには参加しなかった。この戦いで、西フランク王シャルル2世と東フランク王ルートビヒ2世は、兄ロタール1世に勝利し、ロタール軍は南に退却した。ベルナールは情勢を見極めるため傍観の立場を取り、勝敗が決したところで死者として、息子、ギオームを、 シャルル2世のもとに送り、シャルルに進化の礼を捧げて、父、ベルナールの約束として、ピッピン2世を降伏させることを伝えた。ピッピン2世は先に反乱を起こした、ピッピン1世の子であり、アキテーヌ王位を主張していた。実際にはベルナールには、この約束を守る気はなかったようである。シャルル2世は842年のアキテーヌ遠征の間に、ベルナールを処罰することを決め、 6月にトゥールーズ伯領を没収し、アクフレに与えた。しかしベルナールはこの決定を拒否し、ピッピン2世と同盟して843年にはアクフレをトゥールーズから追い出した。これに対しシャルル2世はプロヴァンスコーゲランを送ることを決め、ゲランは842年に軍を率いてアキテーヌに向かった。その後、バイキングの侵攻やブルトン人の襲撃など、 その他の出来事のために帝国内の争いを終結させる必要が生じ、843年8月、シャルル、ルートビヒ及びロタールの3兄弟の間でベルダン条約が締結された。セプティマニア及びゴティアはシャルル2世の支配下に留まったが、ベルナールが支配していたユゼソ伯領はロタールのものとなった。さらに、長らくベルナールのものとなっており、続いて、 息子らが所有権を主張していた大丹伯陵はプロヴァンスコー・ゲランに与えられることとなった。844年、ピピン2世の降伏とトゥールーズの征服を目論むシャルル2世が、再度アーキテーヌにやってきた。844年のトゥールーズの戦いにおいて、トゥールーズ侵攻の際に、シャルル軍によって、もしくはユゼスデゲランによって、ベルナールは囚われのみとなった。 844年5月、ベルナールは、シャルルの前に連れて来られ、シャルルの命により処刑された。6月14日、ピピン二世及び、ベルナールの息子ギオームは、アングーモアでシャルルに大打撃を与えた。ベルナールの所領は、それまでアラゴンで、アスナールがリンド一世を降伏させる任務についていた、スニフレに与えられた。824年6月29日に、アーヘンで、 ドゥオダと結婚し、次男を設けた。ドゥオダは、長男ギオームに向けて、手引き書我が子にあたうを記した。ありがとうございます。